皆さんこんにちは。今週もやってまいりました佐喜眞淳のハッピートークの時間でございます。まあ1週間経つのは早いもんで、はい、まあ、というよりも1年経つのは早いもんで、もう年末ですね。12月入って、ですね、はい、今日は2週目、はい、もうゲストの声もすでに入っておりますけども、はい、はい、後ほどご紹介をしっかりと行いたいと思いますけども、コロナもね、はい、なかなか収束もしないで、しないですね、むしろ拡大しているような感じしますので、どうぞ皆さん、リスナーの皆さん、3密を避けて、はい、マスクなどしっかりと着用して、はい、コロナ対策をしっかりやっていただきたいと思います、はい、本当ですね、はい、今日はまた雨降ってますからね、朝から朝雨の中やりました、お手振りをやりました、びしょ濡れになりましたか。いやいや、今日はですね、はい、雨靴を履いてカッパもつけてそして傘もさして、はい、すごい、雨には負けません。おー、すごい。そんな感じでまたね、多くの、まあ、ドライバー含めてですね、子どもたちからも激励の、まあ、手を振ったり、クラクションもらったり、クラクションを鳴らしたりいただきましたので、はいはいはい、もう朝から私テンション高いです。あ、いいですねいいかどうか分かんないですけども、いつも、はい、もうね、元気で、はい、また今日はね、はい、少し首里城が、はいはいはい、消失して、はい、約1年半、1年半ではね、はい、1年を過ぎてまいりましたので、はい、そのあたりは地元の方を呼んでですね、お話を聞きたいと思います。後ほどしっかりとご紹介をさせていただきますので、はい、1時間生放送よろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、はい、元気あるね、みんなね、はいはい、さあ皆さんぜひ参加して、盛り上げていきましょう、はい、メールアドレスが797@fmginoan.com、 そして YouTube ライブツイキャスで映像と音声もネット配信しております。ぜひですね、ゲストさんのお顔を見ながら聞いていただければなと思います。今日も男性ばっかり最近続いてますね、佐喜眞さん。多分来週もそうじゃないかなと寂しい。テンションが微妙にこう変わるという、はいはい、この番組です。後からイライラしないように投げやりになれないように。そうですね、はいはい、よろしくお願いします。はい、さあ、この後2時まで生放送でお送りしていきます。皆様最後までお付き合いよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今自治会長ですよ、それもね、赤平町自治会長、はい、赤平町自治会長、はい、そして修理場金城町自治会長、町角、立派ありますね、たくさんですよ。町角ガイド顧問、岡市長寿大学校非常勤講師、奈良美里32軍司令部号保存公開モデル部会の理事と、はい、長いですよ。はい、ね、すいません、はい、いや、いいですよ、全然構わないです今朝寺さんって趣里の多いんですか。はい、もともと趣里で、そう、佐喜眞さん、やっぱりいい体してますね、うん、筋肉が、ああ、重いよ、男性ブラジャーつけようかやめてください今なんか昨日の仕事出てたね。出てましたね、気持ち悪い、やばかったですね、あれ。紹介します。はい。はい、佐喜眞淳のハッピートーク。冒頭申し上げましたけども、首里城が消失して約1年余り、はいはい、まあ、衝撃のあった映像をですね、県民の皆様方ご覧になって、はい、涙する方々もいらっしゃると思う、いらっしゃったと思いますけども、はい、今日はその、首里城、地元からですね、お二人をゲストにお迎えをいたします。はい、まずご紹介をさせていただきますけども、沖縄、那覇市首里の赤平町で、はい、自治会長を、やっております、金城俊夫行政書士事務所から、はい、行政書士の金城俊夫さん、はい、まあ、金城俊夫さんは前那覇市議会議員でもございますので、はい、はい、今日はよろしくお願いをいたします。ありがとうございます。さて、もう一方ですけども、もう一方も同じく首里から、お越しいただきました、金城町自治会長、はい、並びにいろんな役職を持ってるんですよね、NPO 法人の橋町角ガイドの顧問、下流市長寿大学校非常勤講師、はい、そして第32軍司令部号保存公開を求める会の理事をやっておられます、
けさじこうわさん、はい、はい、よろしくお願いします。いろんな役職を持っているお二人でございますけれども、はい、共通しているのは、はい、首里城のお膝元の自治会の会長さんということで、そうですね、もう地元の地元という、はい、そこでね、私ね、ついこの間去年の10月30日が首里城が、燃えてしまったんですけども、はい、まあ、そういう特番もあって、はいはいはい、まあ、少しまあ、2週間というか1週間くらい過ぎてはいるんですけども、はい、タイムリーではないのかなと思いまして、はいはいはい、そうですね、はい、まあ、当時、はい、あの首里城が燃え上がる映像を見て、はい、まあ、実際に見たかもしれませんけども、はい、お二人どういう思いでしたか。じゃあ私の方、はい、金城さんから、はい、首里城が喪失して、うん、もうお前は早くてですね、もう1年過ぎました、うん、はい、その中でですね、私どもは首里に地域に住んでいる方々がどうしてもね、心痛んでいて、うん、で、突然の出来事が、でしたので、うん、本当に言葉を失いましたね、はい、でその燃えている喪失姿もですね、うん、実際に見ました。あ、見ましたか、はい、うん、悲しかったですね、本当にもう、うん、言葉を失いました。みんな見ている人たちが言葉を失っていたということでしたね、うん、で、まあ、それをその1年経ってそう思うことがありますね、うん、でまた一つはですね、どう赤平町として何ができるのかということでですね、うん、はい、はい、早その募金支援の運動をしましたら、うん、地域の人たちがですね、貯金箱を持ってですね、道の方に持ってきて赤平町の3週間ぐらいやりました、うん、そしてこの金額がですね、なんと324,750円ぐらいでしたかね。そういう思いの方々がたくさんいました、はい、子供の折れてですね、うん、やりましたね、はい、ということでした、まあ、言葉にならないほどの悲しみっていうかね、まあ、実際見たら余計来そうですね、うん、あれは私も、まあ、テレビで、はい、燃え盛る首里城を見たときに、まあ、何か映画を見てるようなですね。一方でやはり、あ、これがまあ、本当なんだな、はいはいはい、現実なんだなっていうのは、そういうなんかね、複雑な思いというか、まあ、とりあえず嘘であってほしいという思いが見てる方々はそう思ったはずなんですけども、はい、悲しかったですよね、僕らでも。久地さんはどうですか、もともとね、生まれも育ちも首里ということで、生粋の首里人ということを含めて、ちょうどですね、首里城の南側に我々の家は存在してるんですよ、うん、はい、で石垣のすぐ下側ですけどね、そうするとね、4時頃にサイレンの音に起こされて、うん、はい、そしたら大きな煙がどんどん流れていくわけですよ、うん、東から西に向けて、うん、はい、この炎を見たらね、これ何が起こってるか最初はちょっと分からなかった、はい、それでね、外に出ていこうと思ったら警察官と消防隊員が止められてね、うん、いけないんですよ、はい、理由はね、その下の方に金城町の村屋があるわけ、はい、木造の、うん、これに、ね、引火したら困るなと思ってね、うん、4時半ごろ そこに住んでいる副会長に電話入れ て、うん、入れて、今首里城が燃えてるよ皆さん気をつけてくださいねということで放送をお願いした。そうしたら放送してね、それからみんなが気づき始めた、はい、僕また10名ぐらいの人たちにね、メールに、電話でね、うん、呼びかけたらね、みんなびっくりして、うん、今テレビで見た、うん、今テレビ見たっていうのがね、大勢来ました、はい、それほどね、この炎がね、ちょうど東から西に流れていて、それでね、上の方で渦が巻いて反対側とかね、うん、南城市に流れていってるわけですよ、はい、そういうふうな、なんていう、赤い炎がね、11時間ぐらい燃え盛ってるからね、うん、びっくりしました。燃えガスもね、飛んできてね、はい、これを手さじさんはね、取ってるんですよ、燃えガス持ってる、はい、取ってる、置いてる、はい、へー、まあ、多くの方々が衝撃を受けた画像というかね、映像だったと思いますし、はいはいはい、まあ、聞いてるディスナーの皆さん方も、まあ、今日は首里城、そして首里の城下町、はい、町づくりとかですね、首里に関わるお話を聞いていきたいと思いますし、はい、まあ、興味のある方はまたメールかなんかでね、そうですね、コメントでもぜひコメントいただければありがたいと思います。はい、お願いします。ありがとうございます、はい、まあ、ただ再建に向けてね、まあ、本当に一瞬というのは
何が起こってるか分かんない状況だったと、うん、ただ時間とともにそれがよりリアリティに現実であると、はい、でそこからですよね、なんかもう沖縄のシンボルということで、はい、再建に向けてね、まさに今金城さんお話しあったように、はい、寄付とか、うん、あるいはさまざまな活動を通して、はい、再建に向けてまあ、団体というんですかね、はいはいはい、支援体制が、ね作り上げられて、はい、これ沖縄県だけではなくいろんなところからもね、はい、支援 その呼びかけとか寄付も含めてあったんですけども、はいはい、まあ、約1年過ぎて、うん、地元ではどういうことを今おやりになっているのか、あ、そうですね、うん、まあ、金城町とか、はい、赤平町あたり、あるいは聞くところによると市には40の自治会があるという話でございますので、まあ、特徴だって取り組みがあればご紹介をしていただきたいと思いますけども、何かありますか金城さん、まあ、今いち早く、ね、はい、募金を募って、はい、まあ、多くの、金額が、善意になる金額がですね、まあ、届けられたという話ですけど、はい、それ以外にも何かありましたら、首里のですね祭り、うん、首里城王朝祭りが、はい、例年だったら、うん、ありますけども、うん、それもやっぱりその雨降ってできなかったとか、はい、3回も今度やると3回滞るんですね、うん、その中で、自治会の振興会の中で首里振興会の中で、はい、それはもう皆さんに告知しないで一応できる範囲はやろうじゃないかということでですね、うん、行われました、うん、はい、で自治会のメンバー会長の皆さんがですね、はい、その家方やったりそういう短時間の役割をやったりで、はいはいはい、この小さくですね、うん、今回やりましたね、うん、そういうその取り組みについてはですね、もうとにかく首里では、水中の思いというんですかね、うん、それがところにですね出ているんですよ、うん、でそれで今全部ほとんどが三大風物詩である祭りも中止じゃありませんか、うん、でそういう中でそれもどうするのかっていうことで ありましたけど、それだけはやろうじゃないかということでですね、うん、そのコロナ禍の中であったんですが、その万全を尽くして、行われたということですね、うん、はい、でだから市民の皆さんって水中の思いというのが続々と出てきてますね、うん、だからその、まあ、これ沖縄県世界の遺産としての世界の宝物ではあるんですが、ところどころでですね確実に自治会の皆さんが取り組んでいることがたくさんありますね、はい、はい、北瀬さん何かありますか、はい、まずはね歴史的なことをちょっと述べさせていただきます、うん、はい、首里城ができたのが1429年、はい、で第一少子第二少子時代に移ってきて、今から142年前に首里城が閉めました。これは最後の王様が招待が東京に幽閉されていきました、はいはい、その後に、現在の首里城がもうなんていうかね、戦争で焼けたのは1945年、大空襲で焼けてしまって、その5年後にですね、はい、琉球大学ができるんですよ、うん、それでその時に僕をちょっと、農学部 の先生と懇意があったもんだから、そこに出入りいたしましてですね、うん、それからしばらく経って、首里城が焼けた後に、うん、その近くに飯野門というのがあってね、はい、そこにキリスト教短期大学があったんですよ、はい、その短期大学の卒業生がですね、ちょっと案内してくれということで20名ぐらい来ましてですね、うん、ずっとこれを下って、スヌヒャング岳まで来ましてね、うん、それを NHK の、方々が放送しましてですね、全国的にアップされましたというのがちょっと印象深いです。ああ、はい、さすがですね、街角ガイドさん、はい、首里城の、まあ建てた、ね、年までしっかりと、はいはい、リスナーさんに向けてね、ご案内をしていただきましたけど、1429年、はい、今からだいたい何500、まあ、だと600年ぐらい前と見ていいんじゃないですかね、はい、15世紀ぐらい、20世紀ですからね、はい、20世紀ですか、まあ、いろんな歴史のある、まあ、
そして首里城でありますしね、はい、今聞いただけでも本当に沖縄を象徴する、まあ、シンボルと、はい、まあ、早くこれを再建するのは当然県民の願いであり、うん、またこれはあの国との関わり合いのもありますので、あと国との上 ね、しっかりとした調整の中で、うん、まあ、一日も早く再建をしていただきたいというのは、はい、このお二人が一番そう思っているかもしれませんけども、まあ、県民の思いであると。そうですね、はい、リスナーさんからも、うん、ごめんなさい、来ております、はい、しげるさん、はじめまして、はい、はじめまして。何かの記念行事のための改装工事してて、はい、漏電が原因だったと聞きましたが、はい、ということですね。去年の11月に沖縄に行った時は消失してて見られませんでした、はい、ということです。残念でしたね。そうですね、だからこの原因がね、うん、何が原因かというのがはっきりみんなカスになってもんだからわからないというのが今、うん、あの消防署とか警察の本部の、うん、説明ですね。僕は正直言ってわかるんじゃないかなと思う。いやいやいや、それですね、実際には、はい、あの本当は、うん、保険の適用というのは、はい、その原因が分かって初めて保険の適用ができるということだったと思いますけれども、はいはい、これ まだ本当に出てないんですよ、と思います。それはまた行政書士としての見解です。いやいやいや、そういうわけではありませんけど。ただやっぱりね、今言ったところで原因がしっかりと、うん、まあ、示されないと、まあ、保険の方もね少し不安だろうし、はい、対策がまたね、うん、なかなかこれはねよく言われるように、はい、一般論としては原因があって、その原因に基づいて今後のね、はい、防災対策、防災計画があるはずですから、そういう中身をね、うん、まあ、一つ一つ取り上げればあれなんですが、はい、どういう具合に消防が入ってくることができるのか、うん、それから、スプリンクラーの問題やら、はい、消防の消火の問題やら、うん、それを皆さん その審議会委員といいましょうかね、うん、皆さんでそういう話が出てるということは聞きます、うん、で、あの先ほどあのじゃあ首里城がなければ、うん、その観光ができないのかということになりますが、その辺は、ケサシさん、はい、あのガイドさんとしては PR してくださいよ。これね、首里城が正殿ができたのがね、うん、平成4年なんですよ。平成4年、はい、平成4年ね、はい、それからね、その、何十年後にはあの、平成の2年にねウーチバルがあの解放されるわけ。ウーチバルが、はい、その時にの10月31日に要するにあの首里城が火災を受けたんですよ、うん、でこれを受け取ったがあのが今の県知事が受け取ったわけ、はい、それで千鶴水族館と首里城管理センター、うん、そういったところが今管理しているような状態ですけどね、はいはい、それが焼けてなくなったということはね、なんかちょっと、わびしいというね、原因がねはっきり掴んでね、うん、本当のことをねあの僕は原因発表すべきじゃないかなと思うような時代になってきてます、はい、これがうやむやにされるとね、みんなうやむやになってくるような世の中になってくるんじゃないかなと思うんだけど、はい、あの毛戸地さん、はい、私あの車の中でちょっと聞きましたけどね、毛戸地さんがあの、那覇祭りの件で綱引きの話から始まったじゃないですか。始まったよ、うん、それも少しはリアルか出ないか分かりませんけど、ね、おととしのね、うん、首里城が焼ける前の18日前にね、うん、那覇大綱引きがあるんですよ、はい、この時ね用意どんなって5時になったらね綱が切れてしまったんですよ。あ、綱切れた、綱引きを三島が切れたわけ、はいはいはい、それであのね確認してみたらね、あの真ん中の芯はね47年目からそのまま使ってるわけ、はい、でやっぱしあの綱だからね、あのカビが生えてくるわけ、うん、カビが生えてくるとみんなセルローズがやられてしまうもんだから、それに上に水菜を巻いてるわけよ、うん、だからポツッと切れたもんだからさ、僕なんか東側にいて瑞雲、という旗を頭を中心と見ていたんだけど、プッというふうに切れたもんだから何なってるかねって聞いたら、やっぱしそこから切れてる。うん、それもね、うやむやな形で発表してるわけ。正確に発表してないわけよ。うん、はいはいはい、それがね、始まり、はい。それから2番目にね、18日後に首里城が火災。うん、それからね、1ヶ月後にね、トンコレラ。
要するにあの年明けて沖縄市とね、うるま市がね、トンコレラが1万2000頭ぐらい埋葬してるわけよ、はいはいはい、うん、それから1ヶ月後にまた新型コレラ、コロナが今世界中を蔓延してるような状態が今まで続いてるわけよ、はいはい、だから引き金は那覇の大津の引きが大きく切れたもんだから、これが引き金になって悪い方向に流れていってる、うん、作用してるんじゃないかと、はい、いう話なんですね。そうよ、それをなんか元に返さないとね、元に返す、元に返す、首里城がそのまま焼けるということは、昔はね、首里城は御嶽なんですよ、うん、でお城がいきなりあれ、あの神社にもなったし、御嶽にも、首里城もなったんだけど、であの当時はね、あの焼ける前はね、法隆が焼けた時に文化財保護法というんだけど、その前はね、神社仏閣法なんですよ、うん、だから沖縄の神社も神社になって、その後に文化財保護が施行されてるんだけど、その中で文化財保護法でね、首里城もね、もっと火災法地球をね、強化してね、入るようにせん、うん、僕はうちから見たらね、首里城みんな石垣で囲まれてるわけ、うん、入るところ一箇所しかないの、裏側から、うん、正殿からは階段だから、あ、消防車も入ってこれない、うん、ホースも届かないような状態だからね、うん、もう大変だったと思うんだけど、うん、だからあの、うん、あの火元がね、発火する前にちょっと消せばいいんけどね、発火した後ね、みんな漆だからね、非常にあの燃えやすいですよ、うん、あ、一つの油だからね、はいはいはい、これがね、11時間ぐらい燃えたということがね、それで大きな、まあ、出来事っていうか、出来事、まあ、悲しい出来事だったんですね、うん、はい、はい、はい、あの竹山先生、そういう思いをね、思いがある街角ガイドの方がいまして、はい、先輩方がいましてね、まあ、いろんなことを考えるわけですけども、うん、とにかく次その、復興したときにね、もう本当にその消防問題もね、消火問題も、そういう町にあったようなことをしてもらいたいということを、佐喜眞、うん、はい、先生にはその、ね、はい、パーソナリティに聞いていただかったということで、はい、私の方が振りましたけど、はい、すみません、ということでした。はい、プレッシャーをかけられました。そうですね、コメントが来ております。はい、はい、どうぞご紹介してください、はいはい、新型ウイルス、うん、コロナウイルスも各国政府の隠蔽体質が感染症の拡大の一因になったって見方もあるぐらい、うん、真実を公開することは大切だと思います、はい、誰かを裁くってことじゃなくてということで来てますね、うん、おっしゃる通りだと思います。そうですね、はいはい、それではここでですね、うん、ちょっとあの整理をするために一曲流したいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。けさじさんのリクエスト、足みじ節、聞いてください、うん、はい、ありがとうございます。はい、これ昭和5年の歌なんですよ。昭和5年、うん、ああ、そうなんですね。皆さんが生まれる前々、昭和5年、そう、生まれる、いやな、僕は12年、あ、12年、うん、これは火があのぐしゃにあるもんだからね。へ、よくガイドで行く、街角ガイドは南部にも行くんですか？南部にも行くよ。平和ガイドもやってる。わあ、糸満のですか？これはですね、大体1日やるんですか？1日、ね、2時間ぐらい、2時間ぐらい。日程が取れたらね、今はもうほとんどない、うん、ないですか？でこれはまあ、今多分修学旅行も減ってますし、うん、観光客も減ってるんで、なかなかね、ガイドっていうのはその少ないかもしれない。これは作詞はね、中本実さん。中本で、あの作曲はね、宮原長鳳。何度も覚えてるんだね。すごいですね。1429年にはね、首里城ができたと、はい。このね、この中本さんとね、奥さんとのいきさつも僕知ってはいるんですよ。これこっちはもうしゃべらんどきましょう、はい、そうですね。その足みじ節の石碑のあるところもあったり、いろいろ話たくさんあるんでね、くっそあのそう、まあ、あのこの話のやつまたね、あのちょっと横道それますから、あの軌道修正してまた種類に戻りましょうね。はい、お願いします。次はじゃ あ, あのガイドのあれ聞きますか？もう今ガイドやってるからいいんじゃない？ガイド終わりましたからね、今ね。あ、はいはい、まあ、まだまだあるんだろうな。
や32分の話とこれは、うん、あの最後32いっぱいありますね。あれも話で、おたげも、おたげ、いっぱいありますね。いや、まあ、おたげはあの普通の町全然あのこれインフォメーション一応流した方がいい。あ、そうですか。はい、あの、まあもう今コロナ禍ではあるんですけど、こういうイベントがありますよという紹介はね。ああ、さすがですね、もう慣れてますよ。もう話の最中にね。はい、あの外しといてもいいですよ、今は。はっはっはっ、聞こえない。でももう、この1時間の中では入りませんね。入りませんね。はい、たくさん熱すぎて。お一人でも入らないんじゃないですかね。私一人は入らなかったかもしれない。いやいや、あれですか、でも首里って結局首里城がその再建されて、首里城を中心に町づくりっていうのはされてますよね。はい、あのこれね、今首里50年のその建ったらその首里祭をどうするのかっていうね、はいはいはい、首里町づくり推進協議会っていうのがありまして、そこで今計画してるのがあるんですよ。だから50年後の首里ということで今計画してるんですね。ハードもいい感じですもんね、歩道とか、あとコンビニとかも赤川の推奨してるでしょ。あの首里はね、この首里が141年前に要するにあの最後の王様正体が東京に連れて行った時に、はい、今の関海門がもう閉鎖されてるんだよ。それからね、そこにいた今でいう公務員ね、はいはいはい、あれがもうヤードに作って各田舎に散っていったわけよね、散っていった。それでね、仕事あの手のある人たちは那覇に来るって言って、はい、芝居小屋を作るし、それから、侍たちは農業はできないけどやんばるに行ったり、でやんばるがね、今の文化財がいろんな面でね発祥でどんどん出てきてるのは、あの人たちの教えが残ってるわけよ。やんばるに、やんばるとかあのうるま市とかあちこちに、はい、それが今のすごい偉いところですよ、沖縄の分散し、あの文化 の, あの発散が広く、はいはい、あの大きく拡大しているということは、ここでガイドやってもらってもいいですか。ガイド面白そうですね、聞くの。ガイド 何年ぐらいですか。もう20年ぐらい。すごいな。で、公設一番な、釣りはね、焼けの前は280万名が来てるわけ、うん、でそのやっぱり公設一番もね280名ぐらい来てるんですよ。だから非常に、まあ、台湾の人とか中国の人とか人気があった場所、大和の町もそうだけど人気があった場所が釣り場と公設、那覇の公設一番、しかも公設、国際通り、はいはいはい、あ CM 行きます、はい、大丈夫ですよ。那覇の引きがあれですかね、やっぱり。ヨナバルも消えたでしょ。あ、そうなんですか。うん、ヨナバル消えた。でも考えたらすごいですよね、首里城燃えて。それが何ていうのかな、このコロナ来て首里城の火災の兆候だったんではないかっていう人がいますからね。なんかウガンブスクみたいになってきて、うん、ウガンブスクよ。だから首里城が焼けた人はウガンブスクだったという人もいるわけよ、うん、だからね、いますよね、うん、お城はなんだ、おたけるろうっていう人もいるわけ。ああ、沖縄神社があったから。じゃあ、あの32行きます。分子霊夢号の話を。もう、先はさんしか仕切れないですね、今日は。はい、佐喜眞市ハッピートーク生放送で1時間、もうすでに30分近くが過ぎてまいりましたけども、はい、今日は首里から、はい、前那覇市議会議員の金城俊夫さん並びに、同じく首里からですね、まあ、金城町の、自治会長をやっておられます今朝市高和さんが、はい、来ていただきました。いろんなことをねやってるお二人ですけども、はい、まあ、首里城のお話を今お二人のことからいろいろと聞いてまいりましたけども、首里にはまた、ね、第32軍司令部の号があって、
それを保存をし公開を求める会という組織があって、はいはいはい、その会の理事もやっているのが木佐志さんでございますので、木佐志さん聞いてますか、大丈夫ですか、はい、聞いてます、はい、待ってました、待ってました、これは平和、はい、平和教育になりますね、はい、平和ガイドの、ね、ああ、こともやっている木佐志さんですから、ぜひこの今取り組んでいる32軍司令部があった号の話をリスナーの方々に分かりやすく、もし、はい、あ、僕も知らないので、はい、ぜひ教えていただければ、はい、これは金城町とも関係ありますのでね、はい、よろしくお願いします、どうぞ、はい、どうぞ、はい、あの首里城の説明文があるんだけど、はい、その中に32軍の号のことは何も触れられてないんですよ、で、あのちょうどね、あの司令の門をくぐって、うん、スヌヒャン滝というのがあります、はい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 、その裏側に行きますと、あの竜潭に通る、はいはい、その間にですね、あの地下壕を作ってるんですよ、地下壕、32軍の壕を、はい、で本部は確かにね、あの首里城にあったんだけど、はい、これはね空襲でどんどん来るもんだから、はい、まあ、その前の1年前にあの重々空襲があって、はい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 、どんどんこうグラマンが攻撃してくるわけ、うん、それでね、この32軍の牛島中将以下のそういった人たちはね、うん、壕を掘ってるわけ、うん、で1年も経たないうちに壕を掘ってるの、ね、で首里城はね、上は琉球石灰岩、うん、下はね、クチャ室、だから掘りやすいんですよ、はい、それをね、約1キロぐらい掘ってね、今現在、第1航空、第2航空は撃破されてなくなってる、うん、第3航空はね、建坑があるんだけど、これは今、城西小学校というところのね、うん、はい、裏門にあります、これも今、あの鉄板で覆われてですね、はい、これはあの中に入ることできません、うん、唯一入ることができましたのがね、沖縄芸術大学の付属研究所の近くに、はあ、あの、こんもりとした山があって、その下の方にね、うん、下向きに大体40メーター下ったところにね、第5航空が残ってるんですよ、うん、出口が、そこからね、最後の司令部の長官だった牛島満長官、うん、長勇参謀長、それから矢原広道大佐、ほか100名前後がね、今から出ていくわけですよ、はい、出ていってね、アメリカ軍はみんな追跡してるんだけどね、でこの方々は6月の6月にあのマブリに行ってね、あの22日に牛島中将とおさは別室で自殺してるんだよ、うん、それでね、その式な、また反対側の式な縁、式な側にね、県庁号があるんですよ、そこに牛島中、島田明知事が赴任してきて、そこで式を取るわけでね、はい、32軍ともやり取りもやってるんですよ、で32軍の方々には、ウンジナーはあのこの首里で死守しなさいと、そこから出ていくと、住民もみんなついていって、大変なことになりますよという要請をするんですね、要請をするんだけど、この東条英機以下、日本陸軍の大英本部は、日本上陸をやめさせようと。うん、長引かそうということで、沖縄戦が長引いていくわけ、うん、それで6月になってきて、それで6月になってくると、今度は内島中将もあの自殺するわけね、でアメリカ軍はね、あの沖縄はね、あのそういうことで、あのこの号をね、ぜひ戦争のね、この最後の行き場所ということでね、うん、皆さんで保存公開してね、みんな平和の基地にしようと、うん、で第五高校できたらね、公園化してね、そこに、なんとか公園、なんとか公園、あるいはいい名前としては空手公園とか、そういったのを作って、うん、あの行きたいなと、うん、そういうふうに思っているところで、そういう要請してます、はい、なるほどね、はい、
はい、あの思いの詰まった、はい、そうですね、はい、すごいですよね、ご説明でございましたけど、まるで見てきたかのような、はい、ただね今年ね、あの、はい、山内さん、あの、はい、まあそのまあ皆さんそういうあの有識者が集まって、はい、まあ、先ほど申し上げたように、はい、第二軍司令部、はい、号を保存する、公開する、あ、公開を求める会というのがございまして、はいはい、その会長さんが、はい、瀬那覇さんという先生でございますけれども、今年11月の6日の日に、はい、県知事に対して、はい、そういう要請をしたんですよね。要請した、はいはい、そうすると来年度の予算に調査費がついたような話を、はい、なんか一歩前進というか、一歩前進、やっぱりこういう地道な活動がやっぱり行政を動かして、うん、やっぱり地域県民が求めるような、うん、やっぱり公開保存ということにつながっていくと思いますけども、どうですか？平成8年から9年にかけてね、うん、あの大田地県政時代の時にも要請してるんですよ、はい、それでね、次に稲峰県政の時にバトンタッチがうまくいかなくてできなくなって、それで現在途絶えて20年ぐらいやってるわ、うん、それで今度のね7月のよ、あの 県議会知事選にね、その在あの号の副会長やってる柿沼の法人先生が立候補してるわけ、はいはい、ありましたね、ありましたね、はい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 、でね、本人は落選したんだけど、この号が生き残ってるわけ、うん、保存会がそれで今頑張っております。なるほど、はい、まあ、一日も早くね、そういう言葉が保存並びに公開ができるよう、まあ、こういうあの地道にというか、取り組んでいる方々の思いというかね、はい、情熱が形になって、結果として残っていただけるようリスナーの皆様方のお力添えもお願いしたいと思います。そうですね、しげれさんも思いが強いんですね、はい、沖縄愛がよく伝わってきますと来ております、はい、はい、多分1時間番組ではなかなかね、そうですね、この厳しいこの思いを、ね、伝えるというのは厳しいと思いますし、また次回来年ね、時期を見て、はい、このお話をもう一回聞きたいと思いますので、はいはい、いつでも来ますから、はい、思いを通じましたかね、リスナーの皆さんに、はい、もう思いは非常に通じていると思います。皆さんのご協力をお願いしてもいたします。これ結局あれですね、戦争の時に、うん、日本兵というか、うん、まあ、牛島町中将をはじめですね、うん、そういう、まあ、一つの、避難というか、そういうのを、まあ、基地として、壕を作って、それをやっぱり保存するということですよね。号を掘った人たちはね、はい、一中生とかね、はい、師範学校の生徒とか、そういった人たちが、うちのあちっていうことです、ね、はい、それでね、そこに一時1000名くらい住んでいたらしい。1000名、はい、で今これはあるんですけども、一般公開されてないされてません、はい、これじゃあ第1代にとかっていうのはもう破壊されてる、潰れてる、はい、ああそうなんだ、破壊されてる、残ってるの残ってるのは第5校区だけ、第5校区だけですね、はい、これは今金城町の私が住んでるところの近くにあります、はい、中入ったことあります？中入れません、ちょっと入れない、知らんごわしして入ることもできない、はい、水がコンコンと流れてるんですよ、で通常がね130メーターありますからね、標高ね、はい、うん、その下側で大体100メーターぐらいのところにこの第五高校があるんです。だから水がどんどんコン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 と流れてる、その脇にはね、あの川が流れてるんですよ、浅戸川に流れる川、そこからね、この牛島中将ほか10百名がね、今の現在の、金城ダム通りを通って、うん、糸満の方に退避してるわけ。すごいな、本当に。坂本先生、はい、一つだけ付け加えたのがあるんですけど、はい、今おっしゃるように、その、まあ、町角ガイドの顧問としましてもね、首里城は今もう城がないから、うん、薄くの青年がないからという考え方の方もいらっしゃると思います、はい、で私ども赤平城の、敬老会、はい、敬老会じゃない、むつみ会ってあるんですよね、うん、その方々をそのやっぱり遺構であるとか今あるもののどうなっているかということを、聞きたいということだったので、うん、崎間さん、あ、ごめんなさい、けさじさんをねガイドとして、うん、見学をさせたと。で、70歳以上だったかな、80歳以上かな、皆さんは無料で入れるからということでお願いしましてね、ガイドをお願いして回ったと。
だからあの今のその首里城が創始した後のどうなっているのかなということで見ていただきたいと思いますね。今あの修学旅行生もね、うん、時たま来るんですよ。この前だからあのぐちちゃんのよ、本来は、本土に旅行っていうんだけど、うん、首里城を焼け跡をあの見学させましてね、まあ、いろいろ説明いたしました。なるほど、はいはい、あの漁師とかね、なかなかあの皆さん見たことがないと思うので、うん、地元にいても見たことがなかったという、はい、ことの方がいましたね。それをじゃあ分かりましたということで皆さんを引き連れてね、うん、その流氷はあの水はもう流れっぱなし、うん、あんな高いところになんで水があんなにコンコンと出てるのかなということもありますけど、だから高いところの水はどうして水が流れてるのみたいなことで、今おっしゃるように、豪の中でも川みたいに流れてるよと、それはあるかもしれませんね。はい、はい、まあ、首里はいろんな意味でね不思議っていうか、やっぱり沖縄を象徴する町でございますし、本当に、まあ、そういう意味では首里城がシンボルでありながらも、戦争の時にはそこがあの司令部となって、まあ、ある意味悲劇的な歴史もあると、はい、そうですね、まあ、いろんなね、やはりあの思いのこもった地域でもあるし、やっぱりそうなんですね、まあ、そこには当然今もね、あの市林地というか皆さん住んでおりますから、そのまあ地元愛という、はい、そういう意味ではそのね、お二人の活躍っていうのはこれからも必要だろうし、はい、頑張ります、はい、ぜひそこをですね、うん、県民に向けて今日はラジオを通して、はい、電波を通してね、あのディスターの皆様方にお伝えをしておりますけども、はい、まだ時間はございますか。あ、はい、わ、はい、かりました。じゃあ、はい、私の方から。いや、ちょっと待ってくださいよ、はい、スキルの私ですからリスナーなのか、さきまさん、じゃあリスナーさんからもまた来てます。はい、はい、お願いします。去年11月、うん、沖縄行った際は首里城の代わりに、うん、旧海軍司令部校へ行きましたということですよ。まあ、県民じゃなくてごめんなさいって来てますけど。いやいや、全然、全然、はいはい、あのいろんな歴史をね、まあ、当然ある地元の方々が学ぶっていうのも体験するっていうのもいいことですけど、はいはいはい、訪れた方々もね、はい、やはり沖縄の歴史をですね感じ取っていただきながら、そうですね、思いを沖縄に対する愛着っていう、はい、ありがたいですね、まあ、ありがたい、だから修学旅行の方々がそういう首里城を見学して、まあ木佐治さんを通して街角ガイドをお願いをしてね、うん、はい、まあ、なかなかね教科書では学ぶことのできないことが、そうですね、現場にはたくさんねあると思いますし、あの露出が違うんですよ。露出があの、はい、海軍号の場合はね、うん、あの沖縄のお墓を作る時の露出と同じ、露出と同じなんですよ、はい、であの32軍の号はね口輪室だから、粘土室だから、あの同じ露出、全然違う同士だから、あの32軍の号は非常に掘りやすくてね、保存もしやすい場所で、海軍号はね、海軍号は そういう状態です。で、32軍の号は非常にこれから、掘ってどうするかということになってくる、水がコンコンと流れているからよ、非常に難しい要素ある。しかし、うん、今の芸大のところに近くに、あの古研究所の近くに第五校区あるから、そこをうまく利用した形で平和活動をできる発信場所にやりたいと。で、牛島中将が亡くなったためにそこから出ていったのが沖縄戦の大きな悲劇、うん、19万人の方が亡くなった、うん、で、まあ、平和の支持には24万名の名前の刻印があるんだけど、はい、そういうふうな大変な場所だったということをお見き置きくださいませ。よろしく。わかりました。素晴らしい。わかりやすかったですよ。はい。はい。あの歴史はね、本当に先ほど申し上げたように、いいこともあれば、はい、悲しい出来事とか、ね、本当に悔しい出来事っていう歴史はございますけれども、はい、大事ですね。はい。本当に。そういう歴史から学びながら未来を作っていく。はい。まあ首里城は今は。あの消失はしておりますけども、はい、近い将来必ず再建はすると、はいはい、その再建する過程の中でお互いがどういう思いで日々過ごしていくか、はい、うん、あるいはその再建に向けて取り組んでいくかということからすると、はい、地元の方々はいろんなことをやっていると。実は、ね、はい、金城さん、はい、年明け早々1月元日から1日から3日間、首里城公園の春春の宴があるという、はい、まあ、イベントというか、はい、催し物がありますけども、
どういうことをそこの行っていくのか、もしリスナーの向けて、ご説明というかご案内できればありがたいなと思いますけども。はい、ありがとうございます。これはですね、首里城公園の、主催なんですね、はい、で赤平町理事会ではなくて、うん、40理事会の皆さんにパンフレットが配られています、はい、その中で宴をですね、うん、イベントの日程は予定イベントとなっていますけれども、はいはい、首里城の応募するのはその、書き初めとかですね、うん、まあ、いろんなやるんですけども、そういう内容がまだ流動的だということではあるんですけど、これはやりますよということでありました。でまず思いをですね、戦中の思いをどうであるかということですね。創出した首里城はもちろん復元といいましょうかね、26年までにはということなんですけど、首里の地の思いはですね、まだまだあるんですね。遠隔寺とかですね、うちやうどんとか名古屋郡地とかね、そういうそのことくですね、その創出した首里城プラスそれができないもんかと。今那覇市は議員の皆さんを中心とした、うん、そういうその決議をしているところであるんですが、うん、なかなかですねこれが前に進んでないと。で、はいはいはい、国会議員の皆さんもですね、代議士の皆さんもそういう取り組みをなさっていますけど、なかなかね前に進んでないというのが実情ですね、うん、この現場が、首里カトリック幼稚園のところにはうちやうどんがあるんですが、土地の問題とかですね、その学校を移すとかですね、まあ、いろんなあるんですけども、できたらその、世界遺産の中の一つとしてですね、できたらいいなと思っている出身中の思いがありますね、はい、ということです。でこの宴について、新春の宴についてはですね、まだまだイベントは決まっていますけど、そのイベントの内容がまだ検討中だと、予定をしていますよというぐらいで止まってますね。あることはあります、はいはいはい、ということでした。まあ、リスナーさんに向けてですね、ご紹介をさせていただきますけども、はい、来年1月1日から3日間3日までですね、はい、金土日と、まあ、これは今金城さんがお話しした、あったように予定のイベントだと、はいはいはい、でぜひですね、いろんな例えば首里城復興記念ライブとか、はい、首里城応援の書き初め作品展などなど3日間通してある、まあ、これイベント予定ですから、はい、ぜひ首里城公園管理センターに確認をしながら、はい、まあ、お正月を首里城で楽しんでいただきたいというイベントでございますので、連絡先をお伝えしておきます。098-886-2020、首里城公園の管理センターでございます、はい、もう一度申し上げます、 886-2020。 ぜひ来年の正月、まあ、首里城は消失して、まあ、今はないんですけども、はい、必ずそれが再建すると、はい、そういう思いをね、元日から首里城に行って、うん、お互いが気持ちを一つにして、はい、絆を一つにして、首里地の思いも、あるいはな藩地の思いも、うちの地の思いも、あるいはまたね、しげるさんのように内地からの方々も一緒にこの首里城を、そうですね、再建に向けて心を一つにするということは、はい、なんかいいんじゃないかな。そうですね、まあ、この、イベントもコロナでどうなるかちょっと分かりませんので、はい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 、ぜひ、確認をして行かれていただきたいと思います。はい、書き初めって普段は庭でやるやつですか。バーいや、あれではない。あ、はいはい、ごめんなさい。ただまあね、まあ、実はの皆さんにも今そういう内容を話しましたけど、うん、はい、まあ、春秋の思いと先ほど言いましたけど、はい、春秋の思いだけではないですね、本当に県民の願いだし、また、世界 の、 その宝物としての思いがあるということなんですが、私は春秋の思いと言ってはいますけどね、春秋、うん、だけの思いではないと思いますね、うん、ということだけはご理解ください。リスナーの皆さんもよろしくお願いします。はい、はい、赤のお城でございます。赤の城で、はい、どういう赤、いや 黒ではない、赤ですよ。赤よ、赤よ。あ、はい、まあ、いろんなことが、ね、ありまして、流中も前向きである、横向きであるということで、まあ、これは皆さん、学者の皆さんが、議論をしているということなんですが、そう、まあ、前向き横向きではね、どうなのかは分かりませんけど、私も学者じゃありませんので、その辺は専門の方に任せてね、うん、そのただ首里城はその、まあ、26年まで
2026年までには完成しますよという計画が出ていますので、まあ、本当にね、うん、すごい思いの首里城ができてほしいと思います、はい、僕は思うにはね、うん、首里城は国が建設すべき、はいはいはい、で、あの内屋郡とか、中城郡とか遠隔寺とかその周辺はね県がやるべきっていうふうに僕は考えてるんですよ。そうですね、はい、まあここね、ぜひこれを実行してください。検討委員会含めて、はい、史実に基づいて、はい、まあ、再度検討をしながら必ず一日も早く再建に向けて、はい、まあ、ここは取り組んでいくのかな。当然今言ったようにね、うん、国 の, あの財産ですから、財産、やはり国として予算、うん、あるいはまあこれ 何回これはあの首里城、焼きたんでしたか。6回目、6回、はい、だから逆に言うと、はい、6回も首里城を焼けて再度また、ね、復興再建されてますんで、はいはいはい、今度はちゃんと防災対策っていうものもしっかりとやりながら、まあ平成26年、あ、平成じゃない、令和2026年には再建をすると、はい、これを頑張ろうぜと、頑張ろうぜ、そうなんですよ、そうですね、はい、ただ今 の, その皆さん、県民の皆さんも、まあ、市民の皆さんも、首里の門って国宝ですかと、世界遺産ですかという話もよく聞くんですが、首里の門についてはその、世界遺産ではないんですよね。那覇市の指定文化財なんですね、というようなものもあるんですが、まあ、そういうものは置いておいて、とにかく首里城に関するものはきちんと那覇市も頑張っていただいて、ね、そういうものをやってほしいと思いますということでありますが、那覇にはですね世界遺産が4つございます沖縄全体で9つあります、はい、その中でその、玉うどん、はい、それから鶴ひゃんおたき、はい、首里城正殿、はい、それから式名園、これが4つが那覇市にあります、はい、その後に、北部には亡き人城市、それから読谷城市、それから勝善城市、中口城市、はい、それから須野屋御滝、はい、松和堂ガイドさんが私のそばについていますので、うん、私の説明もみんな終わったという感じがします、はい、ありがとうございました、はい、はい、世界遺産も那覇市に4つですか、4つあれということで、はい、ここは宜野湾ですけども、宜野湾は少しね、はい、世界遺産ないんで一つ宜野湾で持ってきてくれないかなと、そんなようなことを思いながら、はい、いろんな メッセージリスナーさんから来ております、はい、アリサさん、はい、久しぶり、こんにちは、こんにちは、首里城見に行きました、再建することを切に願いますという、はい、ありがとうございます、はい、はい、しげるさん、インフラ整備は国の仕事ですし、うん、プロジェクトも国レベルじゃないと難しいと思います、うん、まあ、当然地元の、ね、そうそうそう、方々の意見とかご要望も、ね、しっかりと協議をしながら、うん、はい、可能な限り、ね、お互いがその同じ方向で、はい、同じような思いを持って作っていただきたいということが、はいはいはい、県民の思いが通じますね、はい、これね、まあ、県民の思いもそうですけども今日もいろいろとね、お二人も思いが強いから強いコントロールするの大変でした。でもすごく勉強になりました、はい、しかし宜野湾を普天間飛行場がどうするかというのが控えている。いや、これもうちの問題ですよ。そうそうそう、だから宜野湾になるんだけど、やはりこれを、ね、早く返還して、そう、首里城も宝であれば、うん、普天間飛行場の跡地も宝である。宝よ、そうなんですよ。そういう意識を持たないとね、私はね、なかなかうちのうちはね、未来がね、なかなか前に進んでいかないと思いますんで、はい、さあ残り少ないですけども、ですね、今日のエンディングナンバーですね、うん、金城さんのリクエスト、はい、恋人がサンタクロースかけております。あ、サンタね、サンタか、サンタさんですからね、はい、金城さん、はい、全那覇市議会議員ではございますけども、はい、来年7月には那覇市議会議員選挙もあるということをお聞きしております。あ、ありがとうございます、はい、こんだけ首里城への思い、地元への思い、那覇市への思いもあるということで、あと1分30秒しかありませんけど、30秒で、はい、ありがとうございます。どうですか、ぜひですね、うん、まあ、宜野湾市のリスナーの皆さんではございます、はい、住所は那覇市ではないかもしれませんが、はい、私どもも一票一票の積み重ねでしか当選できません。だからぜひ声かけをお願いしたいなと。あ、いやいや、どうもどうも、それはできませんね。いや、出るか出ないかです。わかりました。すいません、
つい熱燃えてしまいまして、はい、そうですね、で、出るということで、はい、考え出るということでよろしくお願いします、はい、まあ那覇市議会議員も経験されておりますし、はい、来年7月にはぜひまた那覇市を中心として、はい、沖縄のために、そしてもちろん地元のために頑張っていきたいと、市民のためにね、はい、那覇市議会議員に再度出馬をするという決意がリスナーの皆様方にもお伝えされたのではないかと思いますので、はい、引き続き皆様方のご理解とご協力をお願いを申しながら、いよいよ30秒を切りました。皆さんの一言をお聞きしたいんですけども、時間がございませんので、はい、思いは一緒です、木佐治さんはまたガイドとして多くの方々に沖縄の思いを伝えていただきたいと思いますし、はい、ありがとうね、金城さんもぜひ地元の会長でありますけども、はい、那覇市議会議員ね、はい、再度で登壇できるよう頑張ってください。はい、リスナーの皆さん、首里城再建に向けて頑張りましょう。どうも頑張ろう、3年後の後も頑張ろう。楽しかったです、ありがとうございます。いやまあまあまあ、あっち行ったりこっち行ったり大変ですね。いやもう世界、いやいや、ありがとうございます。金谷さんの息子さんってあれですか、フットサルとかやってますか。え、金谷さんの息子さんフットサル、あ、やってます、やってます、金谷さん。あ、僕一緒ですよ、フットサル。あ、そうですか、はい、練習は新都心の、そうそうそう、メーカーでフットサルやってるの。やってます、やってます、あ、やってます、長男坊です。はい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 、はずき、いやー見てます、見てます、決算したの博学さね、僕はびっくりしたな。あ、そうですか、はい。